クイックターンストラクチャーっていうのは、まあ、自分の作品の一番主要なモチーフなんですけど、ここにいくつか完成した作品があります。この白黒のこの鋭利な形、立体的なこの形をクイックターンストラクチャーって呼んでいて、もともとその自分がすごい影響を受けているのが70年代80年代のニューヨークのエアロゾルライティングっていう、ストリートアートっていうと分かりやすいかもしれないんですけど、そのストリートアートっていうのは、まあ、名前を書いて自己表現するっていう文化で、名前を構成するその文字の造形っていうところでスタイルを見せるっていう、そういうカルチャーなんですけど、僕の場合はその文字とか名前っていうのを取り除いて、そこからこう線の動きだけを抽出してきて、その反復と拡張でこう別の、まあ、抽象的な形に再構成したっていうのがクイックターンストラクチャーになります。直接的な何かこうメッセージとか、例えば人間の喜怒哀楽を表しているとか、そういうことは一切なくて、もう形とリズムの表現で、そういう意味では本当に純粋になる抽象表現なんですけど、でも抽象って鏡みたいなものなので、その見る人のその時々の心情がそこに映し込まれたり、まあ僕自身の心情もそうかもしれないんですけど、そういうこう何にでもないからこそ何にでもなりうるような、それ潜在性みたいなものが抽象にはあると思っているので、それはこう見る人がこう何をそこに見出すかっていうのは、それは自由であっていいのかなって思ってますね。